りは初めて自分でメイトをやってみます。はい、お願いします。ドキドキだね。ドキドキ。何からするの？このピンを止めます。メイトやりやすいようにね。はい、止めれました。はい、じゃあまずはそのキラキラの宝石がついた肌が真っ白になるやつからやってみます。はい、パウダー塗ってください。いっぱいついちゃうから少しね、トントンと。じゃあ塗っていきます。はい、トントン頑張ってね。ほら、こすらないよ。トントントンって塗って、お目目も作って、ね、反対もね。すごい。うん、お顔全体にね、パタパタパタって。うん、頼もうかな。うん、いいと思います。では蓋を閉めます。はい、次はどれからしようかな。アイメイクしたら次はこれ。うん、うん、何色にしようかな。じゃあアイジの一番好きなピンク。はい、ちょっと目つぶっちゃったかな。目つぶってね。片目つぶ、うん、そうそうそう、頑張って。綺麗じゃん。上手上手。もうちょっと軽くお目つぶった方がいいと思うよ。そうそうそう。頑張って。うん。いいんじゃない？キャンドゥさんのキラキラも塗ったら可愛いよ。うん、そうだね。うん、これアイリの一番お気に入り。うん、キャンメイクさんだね。あ、キャンメイクさん。そうそう、キャンメイクさんのラメのアイライン、アイシャドウ、アイシャドウだ。どっちにしよう。見せて、うん。大きいラメと細かいラメになってるんだね。うん、あんまり大きすぎるとラメで落ちちゃう可能性があるから、うん、こっちの細かいやつにやります。はい、じゃあ筆で塗ってくれてるよ。そうそうそう、うん、目つぶってね。そう、もうちょっと。頼む、もうちょっと見ちゃおう。楽しい。楽しい。メイクって難しそうに見えて意外と楽しい。うん。次はこれ。はい。うん、白いやつを鼻の上にスッと引いてください。そう。ママがいつもやってくれてるからわかる。鼻の上だけだよ。縦にね、あんちゃん、スーッと全部ね、鼻の先っぽだけね、スーッと、うん、そうそうそう、鼻が高く見えるんだよ。高くなった？ちょっと、ね、嘘やほんま。じゃあ次はこれ、うん、あれ、眉毛、うん、いいよ。どっち？いや、それはピューラーだ、ピューラーしてからだからいいよ。眉毛マスカラです。です。ちょっとね、方向性整えたりするのとかもいいからね、はみ出さないようにね。これっ
ってさ、簡単そうに見えて難しいよね。うん、難しい難しい。あ、いいんじゃない、うん、いいんじゃない、いいんじゃない。次反対だね。だいぶウェイトの下で渡ってきた。うん、いい感じ、いい感じ。マジいい感じはいい。もう。うん。よいしょ。ちゃんと楽しめて。次はこれ。お、ビューラーいきますか。はい。挟まないように気をつけてね。うん。ビューラーもさ、ビューラーね。ビューラーもさ、簡単そうに見えて難しい。うん、難しい。だからみんなも挟まないように気をつけてね。そうだね。挟めてない。無理や。ビューラーはね、ママがしてあげよう。眉毛だよ、それ。この間に、うん、間に入れると挟めるの。ここにまつげを、うん、そうそう、目開けてね。そうそう、そういうこと。キュッと押さえるの。キュッ、そうそうそう。うん、できた。うん、あ、できてる、できてる。そうそういうこと。あ、上手上手。に挟まないようにね。お、できた？できたっぽい。これはマスカラです。マスカラだね。よいしょ。いっぱいつくからね。目開けてしないと入んないようにね。そうそうそう、いいんじゃない。もうだった。うん、そうそうそう、できた。お、ついてるついてる。ほんと。うん、じゃあチークですね、次は。うん、そうだね、チーク。うん、チーク。ちょっとね、濃いピンクのチークがね、お気に入りだね。うん、そう。どう、そうだ、可愛く見えるからね。うん、あ、髪の手についちゃった。ほっぺたのここの上の方にも、ここ、そうそう、その辺だね。あ、可愛い可愛い。次は口紅？そうだね、最後だね。これ。はい、エチュードハウスさんの口紅。エチュードハウスさんね。うん、どっち塗るの？どっち？濃い赤とちょっと。どっちもお気に入りだったら、ね。うん、でも濃いのはちょっとハードだから、こっちの。どっち？うん、そっちの方がいいんじゃない？うん、一応こっちの色は。うん。すごい濃い赤なんだよね。うん、アイで言ったらしたらちょっと茶色にしか見えないや。むっちゃ赤くなるけどね。マット感が強い、強いのそれ。そうね。うん。でも今持ってるのもちょっとそんなにあのツヤ感があるわけじゃないけど、うん、でも可愛いよね、このカラー。こんな感じの色で。うん、こんな感じです。じゃあ塗りますか。ちょっと避けた方がいいんじゃない。そう。はい、はみ出さないようにしないと。うん、ああ、じゃあ先、横じゃなくて立てて塗ってごらん。うん、ありがとう、うん、メイクの先輩。はい。口開けないとダメ。見して、ちょっと悲惨、悲惨。ちょっと手でしちゃダメだよ。あとでティッシュでやろう。うん、
もいいんじゃない？うん、そうだね。塗り絵みたいになってるけど大丈夫？大丈夫大丈夫。ハロウィン終わっちゃったけど行きますか？だって一応4月え4月あ、11月2日だもんねはい、じゃあメイクデキュー完成でーす。ママにちょっと唇お直ししてもらったよ。唇、口紅ね。口紅うん、みんなも3等にして、3等になるとは分かんないけど3等にして釣れると嬉しいです。嬉しいです。みんなもメイク楽しいからやってみてね。でもメイクは楽しいけど危ないとか危ないのとか難しいのたくさんあるからね。ビューダーとか目に挟んじゃったり皮に挟んじゃったりしたらすっとぐ痛いの。痛いな。だからアイリみたいにならないように気をつけてねはい、大丈夫？あ、ピン、うん、どう？アイリかわいい？うんうん、おってーっていうことで、ね、バイバイっていうことで、アイリの初めてのメイク招待でした。でした。みんな良かったと思う人はグッドボタン、チャンネル登録でよろしくお願いします。 I love kids チャンネル、また見てね。ということでバイバイ。